はたぎってきたぜ。おっしゃ、じわじわたぎってきた。あ、ゼネラルディレクター堀雄二。キャラクターデザイン鳥山明。音楽杉山浩一。ということで、ドラゴンクエストヒーローズ2、双子の音予言の終わりでした。いやーちょっと最後の最後でな、こんな声なのか申し訳ないんだけど、ちょっとガボとホビロンのにグッてきましたね。いやー、でまあやって、まあ皆さん気づいたと思うけど、あまりにもこのゲーム素晴らしいゲームすぎるんですよ。その、まあ、タイトルにある双子の王と予言の終わりっていうのが、だんだんゲームを進めるにつれて意味合いが変わっていくのが、まあ、多分本目記というか一番メインなところであるんだろうけど、最初にテレシアと俺が予言を聞いて、あ、そういう双子の王がいて、そういう予言があったんだ。それが双子の王と予言の終わりなんだ。で、まあ、ジャイワールとか、オレンカからジャイワールを行って、そっからクレティアを行ってゼビオンに行ってといろいろ繰り返して、戦争が起きて、その時、その戦争が終わった時かに、ゼビオン王が実は双子でした。で、王でした。竜が太陽を喰らいます。で、双子の王はゼビオン王だったんだと。そうなって、その後、そのゼビオン王の片方が、まあ、ザラームで、そのザラームを倒しに行った主人公俺とテレシアが実は双子だった。で、倒した結果双子の王になったと。で、結果的に双子の王と予言の終わりは自分と俺とテレシアだったと。まあなんかそういう、なんだろうな、こうタイトルに沿った綺麗なストーリーを書かれてるんですよ、これ。いいわ。でね、そのオリジナルメンバーのオルネーゼとゼザールと俺とテレシアは、まあ、ザラームに圧倒的な怨念じゃねえや、その因縁があるから、俺とテレシアはオレンカを、ゼザールはゼザールの父ちゃん、オルネーゼは血縁というか自分の祖先、呪われた血族のな。うわ、ゼシカちゃんかわいい。エイトやりてー。どうにか 3DS のキャプチャーできないかな。それかエイトのリメイクを希望します。いや、マジでみんないろんなキャラ使えるのが本当にいいよな、これ。で、これもな、ドラクエ2の三大悪魔みたいなやつあったよな。ハーゴンの城、ハーゴンの城行った時に、で、ここの槍って実は、槍じゃねえや、弓矢弾くやつって、ドラクエ4のスクルトを表してるんですよ。あの、ドラクエ4のスクルトってあまりにも強すぎるから全くダメージ受けなくなるのよね。それをあの、ムービーで表されてます。っていう意見もありますよ。そうね。あ、出たこれ。サムネイルにしてね。で、ザラームと。いやー、ここからもう急展開、急速大展開だったけど、まあもう少しドラゴンクエストヒーローズ2の世界の冒険はしようかなと思ってます。やっぱりこう、ドラクエっつったらレベル99まで上げるっていうのがあるんで、プロデュースドバイオメガフォース、レベル99まで上げようかな。光栄テクモゲームス、無双ゲーと言ったらだよな。スクエアエニックス、
本当にいいゲーム。絶対3は作ってほしいです。これはもう本当に希望、俺の。もう作ってもらわないと困っちゃう。The End。まあ、ドラクエ12の後なのかなとか思っちゃったりするんですけど。12も全くね、記録が出てないから、記録じゃねえや。なんで記録っつったんだ。セーブからちょっと繋がっちゃったけど、続報も出てないから楽しみにしてるんですけど。もう絶対発売日にやるって決めてるんですけどね、これは。あ、星マークついてる。クリア後ってやつだな。ゼビオン。ということで、強くてニューゲームができるようになりましたと。まあ、いろいろ引き継いでやり直せますよと。俺はこれで、あれやったな。俺はこの強くてニューゲームで、その、もう10周、20周しましたね。あ、そう。この人。確かラナルータ教えてもらえるはずなんだよ。お前さ、ナジムの王の血を継ぐ予言の双子だそうな。実はわしはその昔ナジム王にお仕えしていた魔法使いの末裔なのじゃ。本来ならばご先祖様と同じようにお前たちに付き添い魔王ザラムと戦いたいんじゃが、この老いた体ではそれもままならん。故に一族に伝わる特別な呪文で少しでもお前さんの役に立てればと思っておったのじゃ。まあこれはエンディング後だな。これもらえるのは。その呪文を使えば立ちどころに昼は夜になり夜は昼になる。お前さんたちが望むならいつでも呪文を教えて信ぜる、あ、唱えて信ぜようぞ。あ、この人に話さないといけないんだな。これで昼と夜が入れ替わった。わしの呪文が必要な時はいつでも声をかけるんじゃ。まあ、これ、ずっとこれがあるんだけどね。まあ、天空魔女。これ確か、そうだよな。うん。予言の終わりだから、いっちゃん最後のクエストの前で止まってる感じですね。何か用かの？これクリア後の、あー、メタキンとかがあるんだ。高っ。え、高っ！ではな。バカじゃん値段。あ、クエストも増えてるわ。ご協力お願いします。ホイミストーン。あー、なんかまだまだ全然先があるんだな。コインケース性能アップとかあったんだ。モンスターの力でアームライオンをやっつけよう。イカズチの宿る剣。もうこんなイカズチの剣やん。パーティーコンボでとどめを刺す。はぁ、とりあえず受けるだけ受けとくんですけど。この前やろうとしてたさ、どれだっけな、これか、違う、これだ。伝説の装備への道、むずすぎてちょっと諦めたんですよね。あ、これクリアしてレベル上げしないと勝てないやつだって。さあ、クリア後に、あ、何これ、ゼビオンで流れてくるか。できんの、変更しよう。街へ変わりました。マジであれなんだけど、天空魔女が邪魔してんだけど。あ、まあ、こっちの方がドラクエらしいな。ごきげんよう。まあ。ですよね。あ、そう、俺言い忘れてたわ。ヒーローズ1は絶対いつかどこかでやります。初見で。2はやってたから2先にやったんだけど、1は俺初見なんで、どっかで絶対1はやるんでお楽しみに。うん、ワン、ツーが一緒にセットになったスイッチ版もあるんだけど、プレステの方がいいかなと思って、個別でやることにしました。うん。まあ、この判断が正しかったかどうかは全くわからないんですが。おー、なるほど、思い出上映会。こういうのもあるんですね。これ、ザラムあんのかな。ここ。ザラムあんの、ザラムはあ、ないじゃんね。お疲れ様です。これでザラーム15とかあったら、俺悲しむぞ。あ、よかった。なんか冷めるからな。ザラーム何匹とかここにあった。お、シモ殿、そう呼びすべきでしょう。あなたは孫ことなきこの世界の英雄なのですから。ぜひともこれをぜひともお役立てください。あなたのさらなるご活躍を楽しみにしております。よく来たのじゃ。これクリアしたら入荷してるとかもあるんじゃないの。変わってないな。何も変わってねえや。変わってねえ。バイバイ、もじゃ。バイバイ。
じゃあクリア後でできる。あ、これパフパフだ。ごめん、パフパフイベント引いちゃったよ。引いて引いて、すごくいいことをし、あーこれ見たね、うん、パフパフです。ごめんね、ちょっと飛ばすよ。前々回ぐらいの動画でやったから。あれ、じゃあもうここの世界でできることってもう本当にザラーム何回も倒すとかなのかな。あー、あれ、裏のやり込みって、あー、あれか、立夏の宿屋だ多分。立夏の宿屋へようこそ。あー、これ多分時空の迷宮に行くのが最後なんだろう。いや、ちょっとね、こっちの都合で今プレステのネット接続切ってるからできないんだけど。お主、武器の集まり扱いを極めつつあるようだな。ここそこまで熟練度を上げるとは見事なものよ。お主ならばさらなる高みを目指せるかもしれん。私の試練に挑む権利を与えよう。うわ、めんどくさ。うわ、超幸せ。めんどくさいとか最高。よし、これを授けよう。あ、セザール使ったもんな。うん、行くがよい。ご協力お願いします。武を極めし者、15分以内に30種類以上の魔物をやっつけよう。なるほど、まあまあクソ簡単だしいいや。1分で2匹ずつ倒せばいいんでしょ。お気をつけて。まあまあゆっくりやりながら。あれ、じゃあ多分さ、あれなんだよ、クリアしたから出てくる敵とか増えてるはずなの。どうでしょうか。多分クリア前までにはいなかったような敵が現れてるんじゃないでしょうか。ここでいっかな。ルーラ。よいしょ、同じマップ内だったらロール、え、同じマップ内だったらロードがないんですね、これ。小技小技というか仕様なんだけど。これで終わりだ。あれ、でも新キャラいない？いるはずなんだけどな。いねえか。いや、まあそのジジイのクエストの30種類は普通にやろうと思ってるんだけど。分身剣、これで終わりだ。これで終わりだ。いないならいいや。あれ、なんかいた気がするんだけどな。いや、いたよな、多分いたのよ。こことか、あのピサロナイトとかね、すごい経験値美味しくて勝った思い出があるんで、多分いると思うんですけど、どうでしょうか。ね、このクリ、ああ、これこれこれ、ピサロナイトめちゃくちゃ経験値美味しいの。これで終わりだ。分身剣。でもその代わりありえんぐらい強い、これ。これで終わりだ。これ一体でボスぐらい強い。ほら、1しか食らわんねん、これ。意味わかんねえ、これ。多分今のレベルじゃ倒せんな。呪文は通るか。あー、呪文は通るわ。ちょっと倒すだけ倒したい。めっちゃ経験値うめえな。ほら、ありえないぐらいゲージ上がる、ちょっと倒しただけで。これ勝ってレベル上げするのがエンドコンテンツかな。はい、ピサロナイトの悪いとこ出ました。これマジでピサロナイトの良くないとこだからな、これ。委員長、びっくりするぐらい強い。これで終わりだ。まあ一応倒しながら進みながらかな。ちょ、ピサロナイトとはもう戦う気ないんで、私もう戦う気ないんだから。あ、ちょ、こいつ倒す、こいつ倒す、こいつ倒す。これだって一体一体がもうボス扱いだもん、ピサロナイト。倒した、よし、倒したならいいや。逃げまーす。もうお前らに用はない、ピサロナイト。いやー、そうか。ちょっとこのゲームのあれだな、エンドコンテンツやろうかしら。これで終わりだ。とりあえずレベル上げとかを俺が裏で99レベルまでやろうかな。これで終わりだ。まあ、やり続けたらレベルは上がるしな。このゲーム何気に楽しいから無限にできるし、多分大丈夫だろう。これで終わりだ。あ、でももしかしたらしないかもしれないです。絶対やるとか言うのあんま良くないんで。任せて。放りなさい。放りなさい。当たってねえや。おやど。
よし、倒したな。まあ、ここら辺は一旦倒したから、次こっちだ。なんだかんだジジイのクエストもやりながらですね。てか、普通に今さ、現状このパーティーでやってるけど、あれだよ。普通にみんな使えるからね。もうみんなこの世界にいないみたいなわけじゃなくて、全然パーティー編成とかで使えるんで、ご安心ください。魔王を倒す前だからね、今は。固くね。固くね。ビッグスロース。危ねえ。ちょ、バグってない、このキラーマシン。あれ、バグってない、このキラーマシン。えらいスローモーションなんだけど。お、ありがとうございます。お、バズズだ。任せろ。これレアなんじゃねえのこいつ。あ、向こうにもいるわ。全然レアじゃねえや。とりあえずちょっとバズズ倒したいな。ザラキとか撃ってきそうだけど。ちょ、逃げないでよバズズちゃん。え、そういうキャラだっけお前。違うよね。え、なんで逃げるんこいつ。え、意味わからん、意味わからん、意味わからん。意味わからん、意味わからん。は？任せて。なんで？全力で追いかけるわ。ちょ、なんか腹立ってきた。こいつが逃げ続けてることに。放りなさい。当たらねえか。おやど。え、ちょ、バズズ。何俺から逃げてんだよ。あ、そう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 。そこ動くんじゃねえぞ。よし、任せろ。戦闘状態入ったな。これで終わりだ。これで終わりだ。ちょ、マジで当たらん。すばしっこすぎ。これで終わりだ。当たった。あー、やばいやばい。この状態でザラキー食らって、ザラキー食わって終わるパターン。これで終わりだ。いや、強えな、やっぱ。これで終わりだ。さすがはエンディング後のキャラと言いますか。よし、やっぱここが一番好きかな、マップだと。ドラクエ9の BGM なんで、マップだとここが一番好きです。ちょっと待ってね。ルーラ、竜騎兵を倒してない。どこいるかなあ。いたいたいた。あ、そういやさ、メタスラはいいやもん。ここの下どうやって行くの。ね、まだマップとして行ってないじゃん。これで終わりだ。ここ、ここ、これどうやって行くの。ここなんかのクエストで行くのかな。なんか白いやつはクエストで行けるようになりますよ的なのを風の噂で聞いたんで、ちゃんとクエストやらないといけないな。うん、ちょっと難しいクエストも多いからあれなんだけど、困っちゃうんですけど。じゃあオレンカ行きますか。こっちにしよう。ルーラ、草原セーブ。ここあいついたよな、デュランの色違い、ダークドリアムの色違いの色違い、いた気がする。いないっけ。いや、俺の記憶が正しければいたんだよ。ああ、さすがエンディング後のキャラだな、強えや。分身剣、これで終わりだ。倒した、倒せたかがわからん。オッケー。まあ、15種類狩るのはそんなむずくないかな。キラーパンサーでもこいつらでもなくてね。これで終わりだ。あ、死んだな。よし、あれなんか別のね、強キャラがいた気がすんだよ、ここら辺に。あれ、なんかクリア後限定のキャラとかいなかったっけな。ここじゃないかもしれん、もしかしたら裏世界のこことかだったかな。
いやー、にしても結構密度の高い冒険をしましたね。なんかフリ、おー、ギガデーモン、やるわ。これで終わりだ。半分持ってかれたんだが、これで終わりだ。ちょ、やばいやばい、これで終わりだ。これで終わりだ。さては強いなお前。これで終わりだ。うわぁ、やばいから。危ねえ。クソ強いこいつ、もしかして。いや、まあ半分削ってるから倒せないレベルのキャラじゃないな。これジャンプ意味なかった。お前じゃねえよ。そう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 、マヒャドで倒せるかな。あ、いいね、コールじゃん。いいね、いいですね、いいですね。めちゃくちゃ燃費悪いけど、もう倒せたらこっちのもんなんで。任せろ。う、いや、クリア後楽しい。あ、やっぱザラームの城のあれで空飛んでんだな、岩が。あ、オアシスじゃねえな、こっちだな。ムーラ、いやー、やっぱクリア後敵キャラ増えてるね。いや、装備集めとかがはかどるけど、なんかそれを発揮できる場所がないんだったらっていうあれになっちゃうんだよな。これで終わりだ。どこで発揮しようかって感じね。マジのエンドコンテンツが何かわかんねえから、まあできたらやろうかな、そこら辺も。ほんと3の発売を切に願いますね。いいゲームなので、システムが、グラフィックもね、全然綺麗だし、モンスターも立体で、なんかね、スライムナイトとか、ね、が寝てたりすんのよ。もうそういうのも可愛かったりして仕方ないですよね。作り手の愛情が出てていいですよね。とか言ってたらクリアしたんで報告しに行きましょう。さあ、これで熟練度が20までいくのかな。ご協力お願いします。でドゥンドゥルルドゥンタルル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 ドゥドゥン。いや、ドラクエ9を思い出す。上限が上がったと。ってことは、え、なんか言ってたよ、可愛いこと。お気をつけて。シモンさんとお話しするとなんだか元気が湧いてきちゃいます。お時間あるときにぜひお越しくださいね。もう脈ありじゃん、スーパー脈ありじゃん。何、あ、俺が王様になったからあれか、狙ってんのか、うん、さあ、上限が上がったから、うん、行くがよい。え、嘘でしょ、うわちょっと記録しといてくれ、俺絶対20いくぐらいの努力してたのに。マジか。あれだな、多分だから上限は上がって、そっからの経験値はまだこれからよと。今まで上げた余剰分がモンハンのハンターランクみたいに増えるとは思わないでねってことか。つら、マジか。ちょ、パフパフ、お、パフパフね。しもちょっといいかしら、その絵って言いづらいんだけど。なんだ、いつもズバッと物言う学級委員長がらしくないぜ。そうね、こんなことで照れてるなんて私らしくなかったわ。じゃあとりあえず目を閉じててくれない。いいぜ、これでいいのか。うん、バッチリ、それじゃ行くわよ。パフパフな、はい、すんだわよ。口元何かふわっとしたものが触ったような、今乗ってますが、あなたの口の隅にずっとパンくずをつけたまんまだろ。権限気がかかないから、ポッペンパ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 ン。パンくず、まったく同い年の男の子の口をハンカチで拭いてあげるなんて、たとえ双子の兄弟同士でも恥ずかしかったわ。せいぜいあるじゃないけど、あなたもそろそろもう少し大人の自覚を持ちなさいよね。はあ、学級委員長にはいつまでたっても頭が上がらないな。
セザールも使用時間1時間いったんじゃね？んー、まだか。もうちょっとだと思うんだけどな。トルネコはマジで全く使ってないんで、あれですね、ないですね。いや、俺これ全員のパフパフイベントをとりあえず消化するまではこのゲームやります。で、その後、そうだな、まあ、レベル上げをしたっていう証拠というかね、それを見せて、あとどうしよう、やれることが本当になくなってきたな。ごきげんよう。これトロフィーだろこれ。だからトロコン的なのもあるっちゃあるんだろうけど、これなんだ、2周目とかかな。あ、そっか、まあ先に2周目するか。これレベル上げして2周目しようかな。これだってスキルポイントが50もらえるんでしょ、2周目したら。ちょっとね、2周目クリアして50ポイントゲットした方がさらに強くなる気がする。てか、そういうシステムがあるってことは、多分1周じゃスキルポイント全部埋められないってことなんだよ。合ってるか、こういうことで。俺はそう思ったぜ。よし、じゃあとりあえず、そうだな、一旦ここら辺で終わろうかな。ドラゴンクエストヒーローズ2、双子の王と予言の終わりでした。いやー、本当にいいゲームだわ。3が発売されることを切に願います。スクエニさん、もし3を発売するなら一つお話しください。俺もちょっとこのヒーローズというゲームが大好きなので、一ファンとしてちょっとなんかできることないかなとか思ったり思わなかったりしてます。はーい。これなんかモブキャラの声やらしてや。ごめん、マジわがまま言うわ。何かよ、これやらせてくれ、これ、うん、ではな、これやらせてください。何かな、うん、お願いします。ありがとうございました。いや、本当に出れるなら何だってやるぞ俺。うん、何だってやるね。いや、靴は舐めないけど靴は舐めないけど何だってします。ありがとうございました。